いいボールが入ってくる。オナユーマに得点。この辺なんですよね。こちらもエースが2得点。オナユーマの決めてきました。素晴らしいボール。今日オナユーマはヘディングで2得点。ゴール前で裏へ、ね、動くんですよね。それを捕まえきれてなかったですよね。その動き出し、そしてヘディングに至るまでの身のこなし、この辺が本当にこう集中力なんですよね、はい、やはり FC 岐阜のディフェンス陣は集中力をちょっと欠いてしまったかなと。そうなんですよね。こう